デレスケは本当にデレスケなのか検証。どうもおすすめ品のデレ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 スケです。そしてどうもデレ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 スケの父親です。よろしく。私が父親です。初登場。さあ、で今回ね、私の芸名でありますデレスケ、これさ、茨城弁でだらしないとか、あぬけとか、そういった意味なんですけども、本当に私がそのデレスケなのかというのをね、やっぱ生まれた時から知って父親に聞いて、実際にデレスケなのかでちょっと検証したいと思います。あ、なるほどね。ズバリいい質問だね。じゃあデレスケだらしないとやったらしないんですけどね、まあ私生活でこれぐらいの、まあ、バカ当たりと言われるぐらいの人が、まあ、芸人では成功するんじゃないでしょうかね。私の、まあ、個人的な意見ですけどね。もちろん個人的な意見です。これどうもデレスケさん、すいません。間違えちゃいました。まあデレスケの父親ですからね、こんなもんですわ。デレスケはまあバカったれといえば、まあ賢いかバカったれかいや、まあ バカの方だし、私もバカの方ですからね。あ、こうデレスケの話でしたね。デレスケはまあ大体デレスケは本当デレスケね。まあデレスケっぽいですね。バカったれといえばバカったれですが、まあ真面目にやってるでいいんじゃないですかね。じゃあデレスケじゃない。デレスケじゃ、デレスケはデレスケじゃないってこと。真面目になったらデレスケじゃないから、やっぱり間抜けだったらだらしない人が出るっすからね。そう、いくらデジタルの世界といえどもね、まあそうじゃないかそうかなんて白黒はっきりなんて世の中使うんですよ。グレーがあるんですよ、グレーが。じゃあそこが分からないんですかね。グレーはアナログなら表現できるんですがね、デジタルなら表現できる。まあ若いのはね、どっちだどっちだいって、そう焦っちゃあかんねん。じゃあもうこの検証結果は、デレスケは何パーセントですか。じゃあ何パーセント、何パーセント。ああ、まあ 99%。 じゃあほとんどじゃねえかよ。じゃあほとんどじゃねえかよ。100じゃないかよ。私は言わんのですよ。そういうことはっきりとね言い切らんですよね。グレー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 が一番というわけでございまして、今回のデレスケは本当にデレスケなのか検証は、デレスケの父曰く 99% デレスケでした。皆さん、さようなら。怖いですか。早すぎますよ。また次回お会いしましょう。さようなら。ぜひ見てくださいね。はい、いいね、いいね、頼むね。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。どうですこの頭の下げ方。デレスケはこんなんです。私は90度下げてます。ここがバカったねっていうゆえんですね。